アイリスです。イエーイ。ということで今日はなんか家みたいな感じで、はい、イエーイ。あ、ごめんなさい、ちょっと今日なんで私こんな角度つけてるかというと、昨日の深夜にジロケラーメンを食べてきたので臭いかなって思って配慮しております。どう、臭そう、大丈夫ですか？今のところ感じてない？嗅いでごらんよ。いや、やめて、本当に嫌だ。なるべくじゃ息吸いながら喋るね。大丈夫だよ、うん、本当ですか？うん、なんかファンデーションの匂いした。よかったよかった、ファンデーションの匂いした、はい、大丈夫。まあ、でも、ね、この視点の先に、ね、ちょっと人いるんですけど、はいはい、ギャルマネがいるんですよ。はい、今日何するんすか？今日はですね、普段皆さんがどれだけオタクの皆さんのことを理解しているのかっていうのを試すクイズを出したいと思います。試すの？っていうことで、最近なんかちょっとバズってるらしい、このまたそれ、この誕生日辞典じゃないんだ、オタク用語辞典大限界。限界、確かに限界とか言うよね。オタク共通用語、三次元共通用語、いろいろ書いてる。ポケモン界隈用語もあるよ。ポケモン界隈用語やりたい。いろいろ。ポケモン界隈用語やりたい。スプラトゥーンとか 2.5 次元とか。なるほど、いろんなジャンルのオタクのね。はいはいはい、確かに言い方もさ、推しとかさ、担当とかさ、確かに違うよね。確かに違うよね。面白い。どのジャンルで来るかによるけど、はい、でそれで言うとちょっと皆さんのアイリス界隈はないの？そうです、ちょっとアイリス界隈っていう部分はちょっとね、すいません、まだ力及ばずだったので、ないですよ、なかったんですけど、どこにも属してない。あ、そうですか。皆さんで言うと、はい、オタク共通、三次元共通、あと二次元共通。あ、うちらさ 2.5 次元だから、ちょっとあなたたちは不思議な両方一環ではあると思うんですけど、はい、まあ、二次元にも精通していらっしゃると思うので、はい、そのあたりから皆さんに出題していきたいなと思っております。わかりました。どうですか？いや、なんかさ、私今日久保田さんいないからさ、二、うんうん、次元は結構強いんじゃないかと思うんだよね。逆にアニメとか、確かに確かに、アニメとかそのオタクしてたからやっぱ一時期はね、ゴリゴリだから、ニコニコ系の、ニコニコ系言葉とか出てきたら結構強いかなとは思いますね。強敵不在だから今日久保田さんがね、やっぱね、そうね、久保田さんがいたら負けてただろうね。でもその普段からファンの人とさ、うん、こう交流したりとかさ、こう X 見たりしてさ、うん、それなりにオタク用語は多分この12年間で入ってんだよ。確かに。だから3次元がいけるかもしれない、もしかしたら。だからその普通のアイドルっぽい感じ、うん、結構私もう実際オタクの皆さんが使ってるなっていう言葉をちょっと今こうピックアップしていこうと思うんですけど、うん、まあ、一番大事なのは皆さんがそれをちゃんと言葉で表現できるかですよね。ああ、そうか。あ、どういう意味かね。だからそれがさ、間違って覚えてる可能性もあるから。確かに。そう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 。っていうのをね、試していきたいと思います。やっちゃって、やっちゃって、いっちゃって、やっちゃって。では、はい、私がこの用語を言うので、うん、皆さんはこうそれを正しく説明する言葉をまたこう回答してください。早押しなので、はい、丸が立った人が回答権を得られます、はい、でちょっと同時に押しちゃったりとかした場合は私が当てた人が答えてください、はい、ではいきます。はい、口から音源。あ、はい、芹沢さんどうぞ。普通に音源のようにお上手に歌を歌える人、あ、若井さんのようなそういうようなお人のことを言う褒め言葉。正解です。あ、これは分かるよ。さすがに知ってるよ。分かる分かる。あ、慣れてる、もしやる。あ、全然全然。いや、まあ、最初はねちょっとね、あ、簡単に、ね、はい、最初はまあそういう感じでいこうかなって思って。なるほどね。これがじゃあ入門編ぐらいね。じゃあ次いきます。オフ。ちょっと待って、オフ若井あるよね。ええよ。なんかこう思わぬこと言われた時にちょっと対応できなくて出ちゃう、反射神経のことオフみたいな。なんか例えば、ゆきちゃんってすごい誰々さんのこともしかして好きですかみたいな、この人のこと推してますっていうのがバレちゃった時とか、ちょっと恥ずかしいみたいな時にオフみたいな。あ、ちょっとオタク的にはちょっと違いますね。え、違うの？はい、少しだけ違います。芹沢さんどうぞ。推しの水着を見ちゃったりしていつもは、セリさんの写真集ね、ありがとうございます。セリさんの写真集みたいなね。3月5日発売、セリザワユーサード写真集よろしくお願いします。待って、それまでアップされてない可能性がある。ちょっと編集頑張って。
待って、心が大いに動揺している様子。あ、私もね、鳥沢さん の, あの写真集のツイート回ってきてきて、あれって思って、あれオフ、あれっ て, って思った。そういうことか、オフってなった、うん、そういうことです、はい、あ、それ正解です、ありがとうございます。意味としてはですね、ここに書いている意味としては、はい、キャラクターのあまりの美しさに激しく動揺し、動揺、思わず出てしまった声、語彙力すげえ、うん、で、なんか漫画佐伯、佐伯クソ、クソ、佐伯クソの災難で使用されているらしいです。そうなんだ、そうらしい。元ネタは結構知らないの、うん、多いかも、うん、でもそう、なんかオフって言っても、まあやっぱちょっと驚きの、ただの驚きの声っていうよりは、うん、こう推しがこう尊すぎてオフっていう意味が入ってるよっていう、そういう感じです、うん、では次いきます、うん、ちょっとね、ミスすぎて何も聞こえなかった、うん、ミスミよろしくお願いします、うん、次いきます、はい、はい、デュフフ、え、これはもうだってえ、さっきと似てるけど、推しが可愛すぎてたまんねーみたいな時じゃないの、なんか推しの自撮り流れてきてデュフフみたいな、うん、ちょっとその言葉をもうちょっと詳しくお願いします。え、デュフフの、え、そのなんていうんですか、難しくない、誰がどういう時に言う言葉、うん、あと自分の推しを友達に話してる時に可愛すぎて出ちゃう。あ、正解です。あ、そうなんだ、意味を読みます、うん、オタクの笑い声、好きなものを熱く語っている時や、うん、推しのことを考えている時に思わず笑いが込み上げるが、オタクなので口を大きく開けて快活に笑うことがはばかられ、口をすぼめたまま笑うため出ること、ね、うん、では、はい、次いきます、はい、山さん頑張ってください。あ、やる気ありますか。あ、勉強に改善してきました、すいません。え、あれ、山さん結構わかるんじゃないかなって。私あのそういうの言葉にできないからとか、全部普通に使うからさ、日常でも別に推しの話とかしてなくてもデュフとか言うからさわかんない、逆に説明しろって言ってもわかんないですわ、うん、頑張れキモータ、うん、そうなん、次いきますよ、うん、次、けしからん、え、あ、もう、なんか推しがエッチな服とか着てて、うんうん、これはけしからん、たまらんけど、やっぱちょっと親心として本当は好きなんだけど、ちょっと興奮してるけど、オタクだから自制しなきゃいけないから、けしからんって言って内心ニヤニヤみたいな。正解です。結構ほんとポイント掴んでて。本当？はい、推しがあられもない姿を見せている。あられもないって、やっぱね、こうやってね、なんか鈴木さんの写真集みたいな。あ、はい、ありがとうございます。あれ、あれ、あられもない、ミスそれまで上がってくる、はい、そうです、あられもない姿を見せていることに対して叱る素振りを見せてはいるものの、本当にいるんや、本心ではもっと見たいという時に使う言葉。あ、そうなんだ、もう全然ありがとうございますって感情だと思ってた。あ、ね、ちょっとはこう、ありがとうございますの日見れません。あ、そうなんだ、そういう感情あるんだね。なんか親心的なって言ったのは、うん、大正解です、ね、すごい、ちょっと2倍ポイントてください。では次いきます、コポー。あ、待って、待って、待って、これニコニコ系じゃない。あ、わかんない、ニコニコ系、ここなんだっけ。ヤマさんどうぞ。加湿器の湧く音確かに、うん、確かに、コポー、オタク共通なの、どんな感情です。コポー、コポーでしょ、コポー。でもこれ多分、はい、みんな使ってると思う、オタク、みんなのオタク。え、見たことないよ。コポーって言ってると思う。え、どうぞ。いや、わかんないけど、なんか感情が湧き出して、うんうん、加湿器の湯みたいに湧いちゃったみたいな嬉しい感情ではあるんだ。嬉しい感情ですね。ただその嬉しいの中でも絶妙な、あ、なんかさっきちょっと出てきたあれにすごいちょっと似てるなっていう感じがします。湧き出るんだよ、でも絶対それは正解だよ。じゃあちょっとあんまりちょっとかすってるまんまなので、ちょっと答え言いたいと思います、うん、はい、三角だった。コポーの意味、はい、オタクの笑い声、好きなものを熱く語っている時に思わず笑いが込み上げる。コポー、そうそうそう、こぼって込み上げてる感じ、がオタクなので口を大きく開けて快活に笑うことがはばかられてて、そういうこと一緒やん。喉や唇を閉じた状態で出てしまう音。あ、それじゃあアフレコで求められた時ちゃんとやらないといけないです。では次いきます、はい、声優の無駄遣い。あ、どうぞ声優さん。声優の無駄遣いはすごいあんまりモブみたいな、あんまり一言二言しか喋らないキャラクターに大御所声優をキャスティングしている様。
大正解、うん、え、もういちご一句大正解です。これ2倍ポイントお願いいたします。2倍ポイント、2倍ポイントありました。出番が少ないモブ役などにベテラン声優を起用すること、うんうん、めちゃめちゃもう大正解ですね。これはね、身近ですから。確かにね、うん、あと使用例、鬼滅の刃は声優の無駄遣いかっこ褒めって書いてあります。あ、だから、まあ、お兄とかにね、なんかすごい豪華な作品ですよねっていうのを結構こう褒めてる言葉としてもこうオタクがみんな使う言葉らしいですね。うーん、次いきます。壁になりたい。あー、待って、推しに対して、推しが握手会の時とかも眩しすぎて、もう、あ、すいません、私なんかがここにいてすいません、壁になりたいみたいな、もう違う、消えてしまいたいみたいな。違うわ、ちょっと半分正解みたいな。違います。はい、どうぞ。やっぱあの推し の家の壁とかになって、推しの私生活を覗きたい。若井さん正解でお願いします。意味言います。推しの全てを至近距離から見ていたいものの、直接的なものの、直接的な関わりは持たずに、推しには決して干渉しない第三者として存在していたい。あ、なんか干渉してないよ、一人暮らしの上でさ、存在は壁になって干渉しないでずっと推しを見ていた。ちょっと怖くない？そういうことなんじゃない？だからどっちかというと山さんが近かったかもな。次いきます。マイナーカップ、どうぞ。あれ、マイナーのカップリングだから、一般的にあんまこの人とこの人はカップリングするって思われてないカップリング。正解です。山さん強いですね。わかる、わかるよ。でも分かるよ、分かったよ。みんな分かる問題、みんな多分分かってる。そうなんだよ、押すタイミングだけなの。そうなんだ、分かった分かった。やっぱみんなすごいっすね。私分かんないもん、うん、多分みんな分かるの全部一緒。マイナーなカップだもんね、カップだもんね。ということで、うん、結果発表します。優勝は、じゃん、山北リーダーです。イエーイ。盛り上がった方がいいですね。やーい。コーヒーは何ですか？あ、今思いついたんですけど、はい、15秒間カメラに可愛いアピールをしていいというソロカットソロカットで可愛いアピールをしていいという権利です。あのカメラに向かって15秒間、はい、可愛いアピール、よーい、スタート。かわいい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 、さっきさまプニプニ32歳になりました。間違った、33歳になりました。さっきさまワールド聞いてください。さっきさまの世界。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。いや、まあ、結構ゆるかったんですけども、はい、この本結構面白かったんで、皆さんじゃあおすすめってことで、お宅の皆さんどうなんですかね。他の界隈見てみたい。普通にだってポケモンとかいるんでしょ、はい、ポケモン結構赤字みたいな。はい、じゃあ番外編。GG ゲーム会話用語です。 GG って ABCDG？ はい、 GG は何の略でしょうか。ガッツキー。あ、でもね、私これ知ってるかもしれない。ジジ、ゲーム終わった後に、うん、ジジありがとうねみたいな感じで使います。バイバイみたいな。あ、ジジだったね。はい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 、はい、なんかグッジョブ的な。あー、まあいい線言ってますね。違うよ。はい、はい、グッドゲーム正解。おお、あた、あった、そうそうそう、そうです、はい、じゃあかわいい PR3 秒お願いします。はい、はい、どこのカメラ2、はい、はい、いいです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 、はい、ありがとうございます。いいのか？そんなんで。いや、もう今でしまったんじゃん。大事ですよ。そうな、うん、今でしまったと。最後はあの、もう本題出題したが可愛いアピール1秒お願いします。はい、1秒、せーの、はい、はい、終わり、はい、終わり。うん、はい、うん、あ、じゃあ私もちょっと 0.5 秒やってみます。もういいです、ありがとうございました。ありがとうございました。ゆるくてありがとう。